どうもよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。それでいるとどれぐらいの広さの部屋か分かってなかったので、はい、出てきてこんなにカメラがあったんだなと思ってびっくりしました ね。そして今日はピシッとスーツでお越しいただきましたね。はい、よく見ていただくと、はい、ネクタイとチーフが特カラ色で、特カラ色で、はい、しかもあとここにあのロゴがちょっとカメラで映るか分かんないですけどちっちゃく入っておりまして、特カラって書いてます。すごいですね、もう使命感に燃えてる感じですね。ありがとうございます。子供の頃から大体みんなそうでしょうけど、僕も唐揚げが大好きだったので、嬉しかったですし、はい、特からってなってるので、はい、特って何の特なんだろうなっていうのはまず思いましたね。唐揚げなのに特から、うん、これ特で特って思いました、ね、思いましたか。初めて CM の撮影の時に食べたので、はい、その特別なジュワウマをその本番まで撮っておいたというか、まあ、食べてなかったので、はい、初めてのそのリアクションを撮っていただいたので、本当に撮影の時に初めて召し上がったんですか。はい、そうです。でテストでも食べないので、本番って言われて用意スタートで初めて食べたので美味しかったですね。美味しかったですか。はい、その感動がちょっと映ってればいいな。そうですね。今回は熱血特から先生ということで、僕の初めての熱血先生役、はいでした。熱血先生、これあれですか、うん、なんか特から部部活そうなんです。そうなんですね。部特から部という部活がある設定で、はい、なぜか体育館で練習してるんですけど体育館でちゃぶ台を囲ってこう生徒たちと唐揚げを特からを食べる部活ですね、はい、そこで一番先生が熱くなって生徒たちを引っ張ってるっていう、そういう役どころです。食べた時のその特からのジュワウマ感をやっぱりなんとか伝えたかったので、このジュワウマ感を感じたままを表現表情で出したい。さらにそこにこうみんなにも食べてほしいっていう厚さですね。厚さですね。とにかく厚さを、特から厚々の特からに負けない厚さを出したつもりですので、そこを見ていただければと思います。では皆さん、あとですね、ごめんなさい、はい、その僕だけじゃなくて生徒がいるわけですよ、はいはい、生徒の前で特からをアピールした時の生徒の顔っていうのが、はい、すごい可愛い顔がワンカット入るので、はい、そこもぜひ注目してほしいですね。生徒たちのいい顔も注目ですね。はい、では僕が熱血特から先生を演じました新発売ニチレイ特からの CM です。ぜひご覧ください。このニチレイの新しい唐揚げはただの唐揚げじゃない。俺が初めて出会った特別なジュワウマの唐揚げ、特からだ。ニチレイ新大きな特から。さあ熱血先生、いい感じの熱血先生ですね。熱かったですね、ちゃんと。いいですね、はい、ご自身でご覧になって改めていかがですか。きちんと厚さが出てて良かったと思います。もう自分が好きだから食べてほしいんだっていう感じが出ていて、いました。ああいう先生がなんかいたらいいなと思ってもらえるように僕も演じたので、まあ僕の中のイメージは、まあえて言うなら山下真司さんかなっていう感じですかね。熱いですね。熱いですね。僕が初めて出たドラマで山下さんが出てらして、普段からのままだったので、あの厚さをちょっと修造さんも入れつつお届けできたらなと。どうなんですかね、なんか僕ちっちゃい頃から良平は美味しそうに食べるねって言われてきたんですよ。天性ですか。なんかお口が大きいのかもしれないですね、はい、ただ最初の CM の撮影、この特化の CM やってた時に、でもちょっと CM だから普段よりも上品に食べなきゃいけないかなと思って、ちょっとお上品に食べてたら、そうじゃなくてもっとこうかぶりついて大丈夫だって言われたので、じゃあいつもの自分の感じで行こうと思って、こういう感じになりましたね。遠慮せずダブッと食べたい気持ちをこう素直に出すってことじゃないですか。自然にね、特に方、うん、食べたら本当に美味しいもんだから。そうですね、またいい笑顔になっていく。あとその
無理して暑さをこう我慢するんじゃなくて、やっぱ暑さ含めて美味しさだというふうに言われまして、あ、じゃあ本当にその熱々のものが実際来るので、その美味しさとジュワウマの美味しさとこの熱々感をあって出した感じです。いや覚えてないですけど、めちゃくちゃ食べましたよ。何十個じゃないですか、20個以上食べたと思います。これはいくつですか。その数なんと40個。40個。はい、あ、こんな食べてましたか。そうなんですよ。多分食べ盛りの10代の時でもこんなに食べなかったでしょうね。本当にあの何個食べても飽きない味ですね。でも本当に後半になるにつれてもあんまりこう苦しい感じがなくてパクパク食べてましたから、すいません、皆さんお先にいただきます。この辺、これいきますか。じゃあ、すいません。なんだろう、これ。どうですか。ジュワウマです。やっぱりジュワッときますか。うん、これ、ジュワウマとしか表現できないですね。あの、まず柔らかくて、やっぱジュワッとくるってことは肉汁があるから柔らかいってことですよね、うん、柔らかいんですけど外がこうカリッとしていて、何でしょう、鶏のうまさが凝縮されているような、そんな味ですね。うん、もう一個いっていいですか。もちろんです。たまらない感じですね、今の食べ方で。ご飯と一緒に。美味しいです。美味しいですが、やっぱりただの唐揚げじゃない感じですか。うん、特からですね。特からですよね、はい、あ、お皿もどういうことですか。はい、今食べても思ったんですけれども、この特からやっぱりただの唐揚げじゃないです、特別なジュワウマが詰まった、この特から、本当に全国の皆さんに一度食べてみていただいて、この美味しさを実感していただけたらなと思います。もう並んでるんですもんね。そうです、もう並んでます。ぜひちょっとお店に行って手を取って、みんなで食べていただけたらなと思います。今日はありがとうございます。ありがとうございました。今日は CM キャラクターの鈴木亮平さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。